お疲れ様です。今日は最後こちらベックラムデッキやっていきます。さあ、バランス調整によってウィザードがね調整されました。はい、何が変わったかと言いますと、シールドのですね HP が下がりました。今までは、ヤナアメではシールドを壊せたんですけど、ウッドやね、ザップなどの、ニコス呪文だったらシールドは壊せなかったんですよ。ミリ残りしてたんですけども、それがねウッド、ザップ、レイジでシールドを破壊できるようになったんで、結構ねそこは対応しやすくなったところかなと思います。はい、でもその代わりそれだけだとねザップからのポイズンとかでしばけちゃうっていう理由で通常ウィザードですね。はい、なんと HP 強化されました。なので、この通常のデフォのウィザードはポイズンだとミリ残ります。はい、その運営の優しさいるかって感じではあるんですけども、はい、だから進化ウィズは一応加工されたんですけど、通常ウィズが強くなったって感じですかね。全然なんなら総合的にちょっと強化まであるんじゃないかっていう、どうなんだろう、絶妙なとこではあるんですけど、はい、デホのウィザードから強いんで、ウィザード使いはおめでとうございますって感じかな。で、このペックラムデッキは前シーズンね世界一位フィニッシュ、日本のね一世さんという方だったんですけど、その方が使っていたデッキですね。はい、世界1位が、はい、前シーズン使ってて、今シーズンのバランス調整にはウィズが微妙に変わって、それ以外なんだ、ボイドかと。このデッキボイドが最大火力は落ちたんですけど、最低火力小物系にはちょっと強くなったよねみたいな感じでさ、1体に対して与えるダメージのダメージは下がったんですよ。3発あってもスパーキーをね倒したりできなくなったんですけども、逆に相手が7、8体いた時の火力っていうのは上がったよっていうところですかね。はい、これウッドで吐けちゃうんで、それはちょっと嫌な部分ではあるが、普通に強いか。さあ、で今回の相手は何これ、新兵隊ロイフグなんですけど、トルネードが入ってますね。珍しい檻か、檻は進化しましたからね。そう、あんま強くないあんま強くないんですけど、進化して強くはないんですけど、やべ、嫌なトルネされた。これどうせ新兵隊あるんで行かなくてもいいか。俺919耐えたいっすね。まず進化ザップもちょっと熱いか。老系法、耐えたい。いや、これ耐えたらえぐいカウントあります。よく耐えました。さすがに止まんないからラムがね。おい、ナイスという感じで、シールド剥がれやすくなった。痛いっちゃ痛いんですけどね、強すぎたかな。なんなら、シールド破壊できなかったんで、ちょうどいい、ちょうどいい。全然まだまだ強いですけどね、正直。悪くない加法ではある。ウィザードの体力強化がなければ、なおね。さあ、相手もペッカー。いや、マジね、前シーズン通して、ペッカー自体が多かったな。ペッカラム、ペッカ工場。しかもいろんな形いたし、みたいな。なので、全体的に減ってくれたらいいが、まだまだ強いっすね、ペックは。え、マジ一緒だ。消えろ。右のゴーストっていうのか、強い痛すぎたかな。さあ、ミラー対決ね。ミラー対決は、どうやって勝つかはね、あんま知らないんですよね。
ちなみにちゃっちゃペッカ出しちゃってもいいかもね。キーン。で一応進化ザップが回ったって感じかな。からの逆サイラムユーノとか言っちゃいたいけど、許容されたらされたで嫌みたいな感じもあります。このペッカは殴り合ってどうにかなってくれると思うんで、さあもうこれきついです。相手視点、まあ進化ザップ打つか悩みではあったが、まあちょっと痛えな。ミラテクツむずくね。全然わかんねえんだけど。ああでもこれシールドの HP が下がったからこそのいい部分ね。でこのミリ残りウィザードはちょっと餌にさせてもらって、左のゴーストはゴーストで許容できて、まあ右のラム怖いぐらいか。ああ一旦ケツペね、合わしちゃうか。シンクイズあるしな。やべ、待って、ランコ、今のよくないな。623ね。絶対来るぞ右。これで左来んの。まだラムキャロル、いやウィザー強い。やーこれ耐えたよ。偉すぎるんじゃない、相手ペッカも受けなきゃいけなくて。きついんじゃないのこれ、さすがにね。おぶねいやーこれペッカ対決わかんねえな、全く同じだしな。はい、わかんないっす。が刺さることはまあほぼないんで、いかにラムを通すか、ラムのダメージを抑えられるかみたいなね。さあ LSP、 まあロイジェイか、まあ、ペッカか、まあ高回転か、まあ、何でもあるか。進化ザップは優秀ですよね、まだまだ。ウィザードも強い。さあロイジェイっぽいな。まあボイド、いやフェニックスだとファイボーのパターン多いっすね、ロイ。え？ファイボーのパターン多いんすよね。雷でした。それやば。やべ。いや痛すぎる。いやなんかさ、サンコスのトリトンとか怖くてさ、ペッカじゃなくて受けちゃったんですけど、ペッカ出せるよと、ムッドは使ったよと。いやーでも結構入らんこれ。まあこのデッキ視点はフェニックスがちょっとめんどくさいか。ケツペッカしたいけど、した瞬間にやつが来ます。まあしてもいいかもな、これ。許容して。カウンターでも良さそう。正直。ライトニングね。これ相手守れるかな？まあ守られたら終わっちゃうんですけど。ライトニングなんか事故ってね。はい、まあまあまあ許容したんで、さすがに相手もそこまでのコストはないよと。で軽く攻めちゃっててもいいかもね。まあちょっとだけダメージ稼いで、ライトね、まあウィザードがあんま活躍できないか。
まあ怖いのにライト打ってくるかもな。依頼新章、ごめんなさい、リサト。まあ進化ウィズなら強いでしょうの。ウッドトライトとかさ、でウッドライトやだな、これ強くね、今までではねなかった。いやーいいよ、卵がいうのでかい。いやーロイの受けちょっときついな。ウッドライトとかでやられんのはね普通に嫌だ。こう真ん中ペッカとかいけるだけ強いけどな。投げ替えない方がいい。でボイドはダメージちょっと落ちちゃったんですけど、エレスペ飛べば、おい感電。いやちょっと怖いな。まあこういう呪文編成には弱くなったっすよね。まあウッドポイズンだったらウッドで盾剥がされてポイズン打たれてから一応ミリ残りするんで、まあ、もう一回ウッド打たれなきゃ残るんでね、ウィザードは。ウッドプラスライトニングはなんか一番損するマッチになった気がする。ライトニングね、全然いなかったっすね、正直前シーズンとかは。進化ウィズに何もできなかったんですけど、そこはちょっと変わったかな。さあダガーロケコ近畿して、まあこれはさすがにラム浮きして、まあラムライダーこれ強えな。いや今の守ってるかつ相手のターンにダメージ与えてんでね、優秀すぎるか。いやラムもなんか強化されてからなんだかんだ強えんだな、まあプリンス同様。さあこの火力はいて、前より落ちちゃったですね。いやこのザップいらんかったな。まあ、なんかそう考えたら対バルーンに対しては今までが強すぎたかもしれないんで、バルーンは今季はね、まあ、前シーズンと比べると舞いやすいかもね。今の感じもうちょっとダメージ入っててもよかったんだけど。さあまあだがね、ロケホーボイドでしばいたらバルーンが来ちゃうみたいな。やべ走れねえ。スケーブいたな。いや優秀すぎるラムライダー、なんだこいつ。しかも左がペッカワンチャン一発、いいね。やば良すぎる、ファイブ来てる。827降りたいな俺。340別におられてもいいんですけど、美味しくね。いやこれウィザード残ってんのちょっと強いよ、スケブもね。いやいいミニペダーかけども、さあ1本折ってからの俺ダガが寝るんで、その間にちょっと稼いじゃいたいな、ダメージ。正直右のバルーンはもう捨てたい、早ほど落ちる。なんならまあボイド打っとくか、ワンチャン突破できん。ラム、うい強すぎ、どんだけ走んねん。いやマジラムとプリンスもう一段階加工してもいいかもね。環境で多かったっすわ。さあブラスターね、まあ対ブラスターとかにはねちょっとこのペッカデッキは
単品しかいないんで、チート戦いづれい部分があるかもしんねえけど、まあ言うて形組んでしまえばか。いやーラバかな、めっちゃラバっぽ。え、ゴースト？そんなことある？ゴースト？え、ボーリーだ。墓石ガゴボーラーか。いや、わかんねえな。スケラ？これでもいいペッカっすね。このボーラー無料なんで、まあ、5ワードぐらい取ってます。ダメージ痛いけど。こうやってさ、もうラムつけて休憩したらさ、勝ちじゃね？ふふ。墓石。いや、これだけで強い。ちょっと痛いね、ブーが。いや、墓石ボーラー取るとまずいか。冷静に。ふふ、硬くね。まあ、ケツペックしとくか。やべえ、この SP 入らない。入るんですよね。なんでやねん。いや、まあトリトンザップかな。ボイザでもいい、別に。いや、てかもう別にこれにさ、行くだけ強い。いたんのこれ。いや、拾ったぞこれ。いや、ラムラムじゃねえ、トリトン。いや、いい、全然いい。マジ相手の攻めが分かんないだけ。ジャイスキャラとかもある。何なんだろうこれ。あー、それ強やば。ミリ残りすぎる、かわいそう。いや、でももうボーラー、でもラム君でさ、祈ったらなんとかならんの。ボーラーだけ芝居とこう。カウンター嫌なんだ。マジで相手のデッキわかんない。さあ、まさかゴブジェね。一応ボイドがある。今の延命できてないんだ、痛いな。きつくね、これでも。墓石ねえ。おい、え、あったわ。ザップって、もう一発。よし、さあ、ボイドで削って。いや、マジね。普通に考えたら、勝てないように見えるマッチもなんかもう、ウィザードや、何、ラムが強すぎて、正直、ペッカラム組んでるだけ、相手は結構コスト割くんでね。ペッカラム組んで、まあ、正直ね、そっからの追加ユニットは無理にしなくてもいい。ペッカラム組んで相手にコスト使わせて自陣で回収してを繰り返していけば、トリトンボーラー墓石か。ね。突破できなそうなマッチもなんか、ぬるっと勝てちゃいます、あれ。ボンバー。進化ボンバーも強えな、今シーズンは。マジでその辺だろうな、本当に。今季強えの。ワンチャンタワー入る。ああ、惜しい。まあ、進化イズ回してから考えるか。ポイズンこれ耐えます。これ耐えるんで、正直ラムいってもいいけど。これ強くね？ミリのクリーザード。相手視点うざそうだ。これでちょっと溶かせるしな。これやばいな。良すぎん？ミリ残り。さあ、進化ザップも試させていただいて。エレスピアダーガーによって金起動もされない。これ強いんだよな。強すぎる。さあ、もう適当に、ペッカってなんかもう、ケツペッカして逆サイ来ても、
あ、ミスってるラッキー。普通に何ウィザード許容、ユーノ許容からの両サイカウンターとかできちゃうんで、ペッカもマジで組んどけです。ケツペッカして両サイ組んどいたら意外となんとかなるイメージある。さあからの、まあ、アイスイズのあのさスローの範囲が広くなってんでね、そこは嫌な部分でもある。もう全然突破できねえわ。え、アイビズのスローちょっと強いんだけど、まあスケラッかな、見た目はスケラっぽいですけどね。いらねえかこのザップ、ビビっちったわ。檻のねフェニックスマジいな。まあゆっくりいきますか。許容というものもね、このゲームには存在しますからね。オリー出てこないな、進化の。全然進化してなかったか。ナイトボンバーだわ、進化。さあ、でもさすがに止まりませんよと。よい、いや、マジね。強えんだよな、普通にデッキの完成度がさ高すぎる。このペッカラムはね、ペッカって何に勝てないんだっけ、わかんねえな。まあなんかこのデッキだとね、高回転でウィザードも回せちゃうんで、意外とラバとかにも戦えますし、まあ、ウィズ強すぎて、まあ、ペッカなんでジャイ関係もう基本的に戦えるでしょ。なんかあんまね弱点っていう弱点がない気がする。覚えとく。これ大砲回るか、さすがに。まあ組むっすね、組むだけ組んで後から考えよう。強すぎんこれ。あー今ペッカー残したかったなーっていう感じではあったんですけど、残せなかったっすね。マジペッカラム組むだけ強え。相手がねファイボとかはそういうのなければね、もうペッカウィズ合成のもうラムみたいなもうぶっ破すれば勝てるんですけど、まあ、基本的に控えめな攻めでも十分だと思います。ペッカプラスラムだけとか、ペッカウィザードだけで遅れて追加みたいな。まあ26か、大砲ボイドで壊すかマスキをボイドで始末するか悩むんですけど、ペッカタン鹿の子ペッカタン、いやこれウィザード組むだけうざそうだな。で逆サイラムの方がいいかもしんない。今ヤーファイブ使ってくれてますかね。いやーいいねナイトラムは。それはさすがに止まる。これ怖い。マジ怖い。え、矢の雨熱打ってくれたおかげで、なんなら俺はもう右を攻めたいっすね。左は守ればよさそう。
正解が分かんなかった。逮捕高くね。逮捕高すぎ、そんなもん。一旦守りの流れね。まあ、ラムあるし、まあ、進化ザップ貯めてからでもいい。まあ、進化ないと逆サイは別にどうだっていいだろう。どうだっていい、これ一応怖いな。さあこんぐらいユニットいたらいっていいんじゃない。適当にザップって、うん、たまたまスケも飛んでね。さあラムが止まりませんよっつって、強マジで強いペッカデッキ。なんかこれが工場ババでね、 LST がダイナマイトゴブリンだとか、それこそマザネク入りのペッカとか、マジペッカだけで200種類ぐらいあったぞ本気で。またペッカやんつって、今度はどんなペッカやつって。リトプリ型、マザネク型、マジアチャ型、エレキ型、ガゴ型、ウィザード型ナイト型もあったわ。いっぺいたな。さあ君は、え、マジでこれペッカパターンちょっとあんだよな。ザップ寝てんな。え、マジペッカじゃね。いやマジでペッカだな。ナイトリトプリ型どんだけいいね。ちょっとうざくない？ブラスター強えな、このペッカ対決の時の。進化ないと、リトプリザップだったっすね今。まあボイドちょっと強えか俺。わかんねえけど。マジ何で守るのが正解だったんだこれ。進化工場なのかな。進化ナイト進化工場ちょっとやだな。まあこういうのは許容して。からのどっちですかって話ですよね。強すぎん。むずくねこの対決。ナイトとかいんのちょっと嫌だな。行っちゃったり。ああ、いやエレキか、そうよ。エレキ結果対決って。てかエレキなんか召喚時のビリビリの半径がね広くなったらしい。相手ボイドないなんてことある。
素敵ね、ウィザード。さすがに形組んだらちょっと強そう。いや、エレキいんのやばいな。ちなみに、でもエレキ出せない。でかい、このダメ。これで逃げ切りたい。一応逆戦もケアして、残んねえか。大ブレイクね。10万ダメージ稼いで、うい、勝ったんじゃね。さあ、ペック対決勝っていく。いや、むずまあほんとね、ラムライダー一発入るかどうかとかかな。まあ、ちゃんと守ったらいいね。さあ、ナイトリートプリの矢の雨型のペッカもいますよと。というわけで、今シーズンもなペッカは間違いなく強いと思います。はい、ウィザードもボイドも、まあ、まだまだ活躍できるね、はい、強キャラだと思いますんで、皆さんもぜひね、使ってみてください。よければちゃんと動画もおっしゃってたおっしゃってたまでね。